ホクシー・レディは1980年制作のアメリカ合衆国の映画、エイドリアン・ラインの監督デビュー作品。主人公のジーニー役はジョディ・ホスター、アニー役はガールズ・ロック・バンドザ・ランナ・ウェイズのリード・ボーカル・シェディ・カーリー。音楽はフラッシュダンスのジョルジオ・モロダー。南カリフォルニア・サンフェルナンド・バレーに住む16歳の少女ジーニーは3人の仲間、アニー。 マッチ、ディアドルといつも行動を共にしていた。実は4人とも家庭に問題を抱えており、みんなで一緒に暮らしたいと思っていた。ある日、麻薬中毒のアニーを警官の父親が入院させようとするが、彼女は逃亡。ジーニーたちはアニーの行方を探し回る。そして、ストリートギャングの連中と一緒にいたところをなんとか救出に成功する。 それから、しばらくたったある日、マッチのボーイフレンド、J の家を借りて、パーティーが行われることになるが、招かれなかったチンピラグループが乱入して会場は、大混乱に陥り、これをきっかけに4人の間に深い溝が生じる。さらに、父親の意向で病院に収容された兄が、脱走するが、乗り込んだ車が事故を起こし、亡くなってしまう。ありがとうございます。